シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、ということで今日はですね、ウクレレイベントレポートでございます。ちょっと前になっちゃうんですけれども、先月5月28日29日と東京の国分寺市で持たれましたウクフェスというイベントに行ってきましたので、そちらの様子をちょっとシェアさせていただきたいなと思っております。ウクフェスって何かって言いますと、国分寺市がね主催している国フェスっていうのがもともとあるんですけれども、そちらのスピンオフ企画としてウクレレにフューチャーしたイベントが今回持たれたんですね。ウクレレにフューチャーしたイベントが、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 この5月28日29日この両日合わせて12箇所ぐらいかな、国分寺市のいろいろなところで同時多発的にホールとか公園とかを使っていろんなライブとかですね、そういう催し物がされていたんですけれども、その中の一つとしてこのウクフェスも開催されました。ウクフェスは結構なウエイトを占めていたイベントっぽかったんですよ。と言いますのも、出演されたウクレレのミュージシャンの方たちの名前を聞けばこのイベントがどれだけ力の入ったものだったかわかると思うんですけれども、ウクレレシンガーの松井隆さんや恵子さん、そして海輝さん、ラヒキさん、ウクレナちゃん、勝誠二さんと名だたるねプロのミュージシャンの方たちが出演されたイベントだったんです。私はですね、土曜日に松井隆さんと恵子さん、海輝さんの演奏を聞いてくることができました。後から知ったんですけれども、海輝さんはですね、今月からかな、拠点を沖縄に移されるということでですね、あ、その前に聞いてくることできてよかったなと思いました。運営さんに許可をいただきましたので、ウクフェスでのライブの様子をお届けしたいと思います。どうぞ。I'm not doing anything. Right here, I don't.
ということでいかがでしたでしょうか。もうめちゃめちゃ最高なイベントだったことが伝わったかなと思います。本当にね、武蔵国分寺公園がまるでハワイのカピオラニパークみたいな感じ。ちょうど気候もですね、暑くもなく寒くもなくでちょうどいい時だったんですよね。一瞬雨雲が見え隠れしてたんですけれども、なんとか持ってくれて、あんな風にね、芝生に座ってみんなで野外でウクレレを聴けちゃうイベントってめちゃめちゃこうチルな感じ、すごい気持ちが良かったですね。ライブ以外にもキッチンカーがね結構出ていて、そこでハワイアンフードを食べれたりとか、あとはねフラとかウクレレのワークショップも開催されていたようで、ウクレレワークショップのブースには貸し出し用のウクレレがいっぱい並んでたんですけど、フェーマスがね並んでましたね。でその日に教えてもらって、その日にすぐに弾けちゃうみたいな、そんな楽しそうなワークショップもなされてました。私はね3人の子供たち連れて行ったんですけれども、野外だからこそちょろちょろしちゃうね子供たちも一緒に行けたっていう感じでですね、本当にありがたいイベントだなと思いました。公園内にはねあんまり遊具とかがなくて、そこは子供たちちょっとね残念がっていましたけれども、それでもねキッチンカーとかたくさん出ていたので、美味しいレモネードを飲んだりとかガーリックシュリンプを食べたりして、で駅前のパン屋さんで買っていったパンがあったので、芝生の上に敷物を敷いて、その上で演奏を聴きながらピクニック気分でランチができて楽しいひとときでしたね。いやー、野外でウクレレを聴けるイベントっていいですよね。先日もね横浜の方でアロハ横浜が開催されてたじゃないですか。行かれた方いらっしゃいますか？私もね行きたかったんですけど、子供たちの行事とね被ってしまって行くことができなかったんですけれども、でもね参加することができたウクレレフレンズさんたちがいろんな SNS にね報告のポストを上げてくださっていたので、それを見ながらなんだかこう行った気分になったりして、だからね私もなんかイベントとかに参加できた時はなるべく今日みたいな感じでイベントレポートをしていきたいなと思っております。続きまして、久しぶりのおやつレビュー行ってみたいと思います。イエーイ久しぶりね、おやつレビューを毎回のようにしていた時期もあったんですけれども、最近はね全然しなかったんですが、今日はですねイベントとかに行けなくてもハワイの気分を味わえるセブンイレブンのあのシリーズを買ってきました。それがこちらです。じゃん、ハワイ州観光局公認セブンイレブンカスタードクリームドーナツマラサダということで、こちらご存知でしょうか皆様。私これね食べるの2回目なんですけど、今ねセブンイレブンでハワイアンフードの特集やってるんですよね。いろいろロコモコとかガーリックシュリンプサンドとかモチコチキンとかいろいろあるんですけど、私は今日スイーツでマラサダを食べていきたいと思います。これね美味しいですよ。もうね絶対美味しいじゃん、だってこんなのドーナツで、じゃじゃーん、はい、こんな感じでチョコがねコーティングされてる半分、こっちはね素肌のまま
ではいただきたいと思います。いただきます。まだクリーム出てきてないけど、このチョコの部分でも十分ね、美味しい、ふわふわ。あー美味しい。なんかマラサダってハワイアンフードなんだけど、なんでしょう、故郷の味なんかどこか懐かしい感じがするんですよね。やっぱ昔からアンドーナッツとか食べてるからかな。そう、アンドーナッツのクリーム版ですよね。うん、出てきたカスタードクリームが、うん、美味しい。甘さがねちょうどいいんですよ。甘ったるくもなく、なんか物足りない甘さでもなく、結構ドーナツといえばミスドじゃないですか。ミスドのドーナツってあんまり甘くないですよね。私が甘党なだけかな。なんか甘くなくて、まあでも 2,3 個食べちゃうみたいな感じじゃないですか。でもこれはもう1個で十分な感じの甘さです。でもね、甘ったるいってことはないんですよ。だからもう一個食べたいなみたいな、ちょうどいい塩梅っていうんですかね。一個食べ終わって、あ、もう一個食べたいなだけどやめとこうみたいな感じなんですよ。だから私はその一気に2個は食べないんですけど、間隔を空けてリピートしていこうかなっていう感じのちょうどいい甘さでございます。うん、おいしい。このね、生地がね結構もちもちふわふわしてるんですよ。食感的にはね、あのミスドのムギュットっていうやつあるじゃないですか。あそこまでムギュットはしてないんだけど、結構そのテイストに近い感じかな。うん、クリーム、うん、美味しい。うん、コーヒーはね、あのスターバックスのイタリアンローストという豆を入れております。アイスにして、今日も生きててよかった大げさ。いやでも、いや本当、おやつタイムはね癒されますよね。で、今日お昼に実はもちこチキンと、あとねガーリックシュリンプサンドを食べたんですけど、どっちもめっちゃ美味しかったです。もちこチキンは結構ね、ヤムニョムチキンみたいな感じで辛くて美味しくて、でガーリックシュリンプサンドはですね、なんか独特なこうスパイスの感じがあって、あと人参の細かく千切りになってる、あれなんて言うんですか、サラダみたいな、そういうのが挟まってて爽やかでめちゃめちゃ美味しかったですね。はい、ということで今日はウクフェスのイベントレポートでございました。面白かったよという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。